さんこんにちは、カジビの青春と早田ゆきさんとムワです。早田さん、そしてチーズです。ルナです。ナスカです。イエーイ。今夜もアダルトなお時間で今回こそアダルトですね、うん、アダダダリア未成年2人がいるんでね、こういうお酒に行ってるからなかなかできないわけですよ。確かに成人こういう人でグミで、うん、小学生でグミだ、本当だ、そこに中小学生でグミほら、お酒飲んだことない、マジで初めてですということで、はいはいはい、今回は押したのは誰だ、マクロ大会。初めて会う方もいらっしゃいますよ。初めまして。そうそうそう、初めまして。結構全員初めましてです。まあそういうことがいるんですけど、はい、お酒を飲みながら暴露しちゃおうじゃないかと、はい、使うのがアプリで押したのは誰だっていうアプリがありまして、こう質問を入れてからみんなに回します。はいかいいえ押してもらって、例えば今彼氏彼女はいますか、はいいえ、人数が出てくるんで、どれとどれみたいな、匿名なので、そうそうそう、いいねそれ、そういうのをやっていきたいと思います。じゃあみんな各自お酒を自分の、ありがとうございます。はいはい、頑張ろう。いただきます。クロラベルでいただきます。いただきます。せーの。うわー、はい、乾杯。お願いします。お願いします。お願いします。うわー、真ん中っぽいおっさんあるから、真ん中っぽいおっさんなんか染みるわみたいな感じこれあのすごいおすすめなんですね、朝日の生ビール、これ絶対に私はやっぱ黒ラベルに行ったアナル TV。 じゃあ行きます、第1問、はい、まあ、まずやっぱりこれ自由だね、君たちね、聞いてね、うん、聞いてるよ。やっぱりなんかこういうの聞いとかなきゃなって思うので、今彼氏彼女はいますかと、え、最初から来たね、飛ばすね、はい、うん、まあ、まずね、いっぱいのもいっぱいのも、嘘つきはどうなるの、うん、嘘つきは、嘘つきは周りからの告げ口されるみたいな、あ、そうだ、あ、なるほど、じゃあそこは真摯にね、でも分からんけど、そう、分かんないけど、うん、ですか。じゃあ行きますね。じゃあ行きます、結果発表、はい、こっち、でででで、うわ、すごっ、うん、え、これハイの人数が出るよね、そう、じゃあ付き合ってる人がいる人、あー、斜めの3位、えぇ、次やろ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、3やばい、3やばい、あれ、あのそこで3でペアとかあったら、何、さっきデート行ったから、うん、みんな成立しちゃってると思ってんじゃない、そこで、そんな痛々しいやつ、待って、待って待って待って、3人でエグくない、3やばい、半分ちょっと、半分でも4人も出てへんってことやろ、モテてないと、あ、そうか、そうか、だから証拠って言われんだよ、お前は予想外すぎた、計算入らせて、計算、誰誰誰、何人いるかな、3人だから、あ、もう半分、ほぼ、え、すごい、あ、そうなんだ、これ、人狼ゲームか、なんかこれ、でも、そうなんだ、知ってる人いるやん、そう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 、分かる人いるからさ、計算すればさ、もう、分かる分かる、浮かび上がる方になるっていう、ちょっとちょっとお前ら、いいななんか、そういうの飛ばすよ、この中にタイプの人がいるかどうか、おー、めっちゃいいよ、はいかいいえ、お前、たまにはやるなたまにやからな、はい、それは顔ですか、うん、全部、顔、あ、一回顔、じゃあ顔、一旦顔、一旦顔、うん、初めての人とか見るから、一旦顔ね、いきます、結果発表、ダン、おおー、多いな、5人、まあまあおる、付き合え付き合え、どうしてどうして、付き合え、だって男子全員いたとしても女性も1人いるってことや、そう、ちょっと待って、ちょっと待って、この中に3人もうすでに付き合ってるやついるんよ、そっか、悪いな、タイプかな、顔のタイプだから、確かに確かに顔の話だ、僕だって別に海外の顔好きよで、ああ、そういう場合もあるもんね、そういうタイプだ、異性とは言ってないもんね、海外がね、ああ、確かに確かに、この中に、なるほど、浮気したことがある、今までで、ああ、浮気って何ですか、確かにどこまでが浮気、どこまで、自分が思ったらそれはもう自分が浮気やと思ったら、相手に言えないかどうか、自覚がある、うん、浮ついたかどうか、ああ、確かに、浮気したことがある、はい、
やりますね。じゃあ浮気した人、今、ね、浮気したことがある人、はい、はい、結果表、せーの、じゃん。うわぁ、へぇー、さぁ、よいしょていうかさ、よいしょ、はい、押す人、大ない最低だな7分の3ってよくない、うん、最低だよ、本当に集団としてよくない、ちょっと浮ついてるよ、みんな、浮ついてるよ、めな春だからってねえ、ちょっと気づけた、本当だよあんまり喋ると怪しくないんだけど、逆にねちょっと大人な質問いきますよ、あれだ、いいいきます、次の質問、はい、ワンナイトしたことある人、あーうわー、はいはいはい、ハメ外した、え、もっと喋るのやめな、にゃー聞いてた？俺らの弟が聞こえなかった全然すごい外したことあーなんだよ言ってないそんなお前どんだけ可愛いこと俺言うねんということでワンナイトしたことがある人結果発表、はい、せーの、正直者が多いからなここゼロとなりましたね、4、え、でも意外と少ないの、あ、意外と少ない、これだな半分以上か多いんじゃないのこれ、まあ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 、男4人とかじゃない、これ大丈夫大丈夫貯金1年間で振られたことがある人、はい、いきますね、結果発表、せーの、じゃんじゃん、うわー3人振られたことがあるってことは告白したってことやね、うん、付き合った人がいたってことや、告白した子は付き合ってて振られたこと、うん、そういうことね、この1年で、うん、あららら、あらららら、まあまあね、濃い頑張ったね、一年を過ごしておられまして、いや、深掘りしようよすんごい気にしてるよ、この3人が今付き合ってる人がいるの3人の中の人かもしれないことね、まあまあ、そう、いるかもしれないし、まだ新しい方に、うん、っていうか出会いになってる、振られたことないしなっていうことは、じゃあ6人本当に本当にまあ、モテるもんね、カイが、カイがモテるもんな、振ってきた人生だ、そう、振ってきた人生、やだやだ俺はないよ、私はないかな、俺もないよ、うん、じゃあもう見てる人が一番さ、みんなの顔見えるから出た瞬間のね。確かにそれ止めて見た方がいいかも、やばいよ、やばいよ、じゃあ何分怪しいよ書いてほしい、ね、3人やね、結構ね、うん、じゃあ逆にで、この直近1年間で告白した、うん、あーまあ振られたとか、あ、じゃあ確かにいいね、うん、これで4とかだったらね、確かに、うん、増えたよ、増えたよ、実ってるよ、実ってるよ、現在進行形だからね、直近1年間で告白した人、はい、結果発表、はい、せーの、ドルル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 ル結構絞られてくるよ、ね、でもさ、カルメンはさ、お互いの恋愛事情知ってそうじゃん、うん、話したりはするよ、多少はこの二人も、だからもうこの中はガッチガチに全部わかってるから、もうここ、あ、ここ押してんの押してないの、じゃほぼわかるわけよ、うん、だからこことここは絞れるじゃん、もしかして一番不利ソロプレイヤーソロプレイヤーソロプレイヤーだここも そんながっつり喋るんやろ、ガッツリ喋ってるわけじゃないけど、大河ぐらい、大河ぐらい、大河ぐらい全然言うしたがりだよ、なんかそういうこと全然言うよ、そういてもいなくても分かりやすい、俺らはさ、いすぎてモテるからな、この発言ちょっと怖いな、言うとるコロナ禍でキスできる人がいる、え、ちょーっと、それは男女問わず、いやそれはせこい、だって女子のそういうのってさあるやん、なんか知らんけどみんななんかキスしてるやん、なんか意味ね、意味ね、そんなの意味ね、これ聞くの意味ねえから、うん、この中でキスできる人がいる、結果発表、せーの、ちょっともうこれ結果次第でちょっとやばいよどんどんやっぱりアダルトになってます、うわぁぁよかったな。やだ、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 やだ
全員分かる。自分以外全員やって思って。え、待って、誰？むしろ誰？ちょっと待って、これしかも男女でっても言ってたもんね。でも待って、みんなマジ嘘つくん。誰が言い押したと思ってるの、逆に。確かに、すごい顔で嘘つくよ、みんな。だからさっき彼氏彼女いるって言ってたじゃん、うん、その中の一人の人が、私は彼氏彼女以外はありえないですって考えてるから。確かに確かに、そうなってくるか。じゃあ逆にさ、彼氏彼女で言っても、いや、そうだよ、2人は大丈夫って思ってる。わーおー、やめてよ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 。インフルエンサーと付き合ったことがある人。おー、まあ、インフルエンサー、モデル、うん、芸能系の仕事してる人、同業者みたいな、同業者、okay、と付き合ったことが、まあ、さ、もう俺隠さなくていいんだけど。まだわかんない、まだわかんない、まあ、番組とか以外ね、番組公表してた以外、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 インフルエンサーと付き合ったことがある。はい、はい、せーの。まあ、どうなんだろう。でも出会いが一緒なんじゃない、やっぱ、まあ、リアルだ。みんなやることやってんだよ。まあまあ、そりゃそうよね。お姉さん、え、でも付き合ったことがあるなの。え、そうです。そうだった、全然変な意味じゃなくて、やることはみんなやってんそれはね、まあ出会える人と付き合ったってことじゃない。そうそうそう、5人分かった。え、俺も5人分かってる。え、なんで分かるのみんな。僕分かんなかった、大丈夫。よかった。お題、ぶっちゃけ自分は変態だと思う。はい、かいえ、せーの。どうなの、どうなの。ぶっちゃけ変態だと思う人が、はい、そう、人数じゃん、5人。何人いるの、これ。7人、半分以上が変態だと思ってる、うん、家に押したの1人は想像つく。ああ、まあ、あれ2人わかるよ。俺もわかるかも。そう、ルナでしょ。それは絶対そう。家はルナでしょ。俺も書くね、そうだ、書くルナだから。そしたらもう、入って押した人たちどんどんあんぶり出されていくけど大丈夫。いいよ、いいよ、全然、はい、はい。ほら、みんなで家を割り出そうです。はい、はい、ほら、はい、ナイス、はい、ナイス。そしたらここだよ、そしたらここだよ。はい、いや、こいつは解放してるよ、絶対。はい、ほら、しゅんくん、マジ、あ、やめてよ。やめてよ。これ、えぇ、ー、しかないよ、な。いや、マジでしゅんくん、驚きなんだ。いや、意外と変態だと思うよ。意外と、そうか、マジで、この大根演技やばくない。大根演技、怖い怖い、俺もそうですよ。下すぎ、下すぎ。これでも言うって別に今手を挙げた人たちが本当かどうかわかんない。そうそうそう、コンフィン、コンフィン、コンフィデンスマン、コンフィデン、コンフィデン。焦んない。喋れば喋るほど、もうコロナ出るよ。もっとやめてよ、俺のせいだ。次行こう。焦ってやる。次行こう。ねえ、やばいと思うよ。何が飛んできたの。どうしようかな。怖いんだけど。いいよ。やだね、そうやってね。やだよね。耳が弱いと思う人。あ、いや、聞こえない人だね。で、耳が弱い。あ、まあ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 。分かんない。どういう意味か。いや、そうやけど。ゴー、ゴー多いね。うわぁ、うわぁ、うわぁ、絶対弱いよ。絶対弱い。絶対弱い。絶対弱いや。絶対弱い人だよ。楽しいね。最後の質問です。はい。カルティビーの撮影が好き。お、はい。いいえ。待ってんの。わかってるよね。そう。欲しいけどね。さすがにね。じゃん。誰だよ。綺麗に終わらせてくれよ。エンターテイナー出てきたな。エンターテイナー出てきちゃったわ。本当好きだけどって聞かない。なれるかな。そうね。なれるのになりたいから。そうじゃない、多分。いいよ、俺ハイに入れてた。やめてよ。リアルにハイに入れて。俺もハイに入れました。はい、本当よ。はい。家です。わー、エンターテイナーいたわ。じゃあ、あの弱やね。やっぱ逆行きたいよ。はいです。
OK。 暴露大会、うん、まあ、いろんな暴露がすごい楽しかったですけど、またやりたいですね。どこが使われて、どこが使われないのか楽しみですね、応援が。ということで、カルティビア遊びに来て、また遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。そのうち、アドルティビー第2弾もあるかもしれない。これで終電の前を。アダルト要因。あ、ぜひぜひぜひ。逆にそれ、っちの方がありがたい。あんたは年下やん。またお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ということで、この動画はこれで終わります。せーの、 See you later! バイバーイ。私は出すかな。この動画がいいと思ったら